ミヤビペルセウスは日本の競争馬。2007年の新潟ジャンプステークスに優勝した。2002年9月に新潟競馬場でデビューし14着。2003年8月に8戦目にして初勝利を挙げる。その後はダート1600メートルから1800メートルのレースを中心に出走し、1000万クラスまで出世したが、大敗も増え成績が頭打ちになった。 2006年7月に障害競争に転向し、2戦目で障害初勝利を挙げるもその後は惨敗が続いた。ちなみに障害転向後も平地のレースに何度か出走しているが、こちらも惨敗だった。変わり身を見せたのは2007年4月に中山競馬場で行われた障害オープンで12番人気で2着と合走。その後障害オープンを2連勝。 特に2戦目は、後衛トライに2.6秒の大差をつけてのものだった。迎えた、新潟ジャンプステークスは一番人気に押され、早め、戦闘から押し切る競馬で、優勝、3連勝で重賞初勝利を挙げる。しかし続く、イルミネーションジャンプステークスでは、休み明けの影響かちぐはぐしたレース運びで飛び越しも、悪く、11着と大敗した。さらに、 第130回中山大障害でも11着に、敗れた。2008年の初戦は、春麗ジャンプステークスに出走。一番人気に、支持されるが、またも11着だった。その後、5月の障害オープンに出走し、2着となった。続く、東京ハイジャンプと新潟ジャンプステークスは共に4着、阪神ジャンプステークスは3着と、構想した。続く、 京都ハイジャンプは13着と大敗した。2009年の初戦は久々に平地のレースに出走9着だった。続く阪神スプリングジャンプでは13番人気と評価を落としていたが3着と構想した。その後5月30日に平地のレースに出走したが13着と大敗した。続く 東京ジャンプステークスと新潟ジャンプステークスでは共に3着に入った。しかし、9月の阪神ジャンプステークスでは10着に終わった。その後は一度もレースに出走することなく2011年5月18日付で競争馬登録を抹消され、千葉県香取市の北総牧場にて乗馬となる。おじに天皇賞など G13 賞の日報帝王。 おばに、エリザベス女王派優勝馬タレンティドガールがいる。ありがとうございます。